はい、では公金払いいってみましょうか。ヤフーのトップページからヤフーの公金払いっていうのがあるんで、ちょっとこちらの方ね、行ってみようかと思いますね。で、自動車税の支払いですから、この自動車税、軽自動車税の赤いところをね、クリックして進みます。で、下の方に行っていただいて、これ軽自動車はこちらなんですけども、今回は普通車で行きますね。普通車の伝票が広島県自動車税、種別割領収書通知でございますんで、こちらですね、種別割となってますんで、ここをクリックということですね。で、あとは該当の県。これね、該当されてない都道府県もあるんで、その場合は窓口でお支払いください。今回のヤフー公金払いは広島県は対応ということですね。で、こちらの注意点とか、この支払い手順もしっかりとご確認ください。手数料が330円かかります。まあでもね、ポイントが入るんで、330円ぐらいはヘッジしてくれるのかなっていうのと、やっぱり振り込みに行くのが手間ですからね。ずっと見て、手数料、その他注意事項を確認の上同意するで、手続きはこちらに進んでいきます。で、進みますと、こういうふうなピン番号、こった問い合わせが出ますんで、ここにね、携帯電話の方に入ってくるナンバーを打つようになります。今、ナンバーチェックしますんで、ちょっと待ってくださいね。9595ということですね。ログインします。はい。で、納付番号っていうのは、ここに書いてますね。伝票のここ。今は短縮で出てますんで、これそのまま打っちゃいますけども。で、確認番号は、こうです。4桁です。私の場合は4桁。みんな4桁かもしれないですけどね。4桁ですね。で、ずーっと進んでいって、次へになってますから、次へ送ると。で、これはね、伝票にも書いてますけども、5万8000円なんですね、ベルファイヤーは。で、330円の手数料がありますんで、まあ、これはヤフーが儲けるんですかね。5万8330円になります。窓口だとこの330円かかんないんですけども、行ったり待ったり帰ってきたりするっていう手間がかかりますんで、それを考えると24時間いつでも振り込める330円はかかるけども、結局は時間対効果が高いのかなと思いますよね。で、支払い方法なんですけども、クレジットカード、ブランドがアメックスになってますから、他のクレジットカードで支払いたいなと思いますね。じゃあ、他の支払いカードでございます。他のクレジットカードは、私の場合はこれかな。で、カードの番号を求められてますんで、ここがね、裏のところなんですけども、こうやって確認して、はい、このような形ですね。で、日付が、これですね。セキュリティコードを打つようになるのかな？で、これで次へ行きましょうかね。はい、行きました。で、そうすると、ヤフーの公金払いが、これで完了したのかな？これで完了しますね。上位に同期しますで、上記に同意しますか。で、これで支払うすると、支払いが完了ってことになります。お支払い受付から支払い完了まで時間がかかりますって書いてます。この辺もきっちり読んでいきましょう。それでは、支払いということですね。はい。1件中1件の申し込みを完了しました。で、これを印刷しておきましょうか。こんな感じでね、印刷しておけば安心ということですね。で、印刷ノートここにあったんだ。ここで印刷すればよかったですね。はい、支払いは一応完了ですかね。これで OK だと思います。それでは1件の支払いが完了しました。私の場合はあと5件申し込まないといけないですね。これだ。メールでも届いてます。広島県への決済が完了しましたということで出てますんで、こちらの方もちょっと印刷しておきましょう。はい。で、手順は以上ですね。非常に簡単だったと思います。時間にしてどのぐらいかかったのかな。時間にして、4分29秒ですね、ここまでで。はい、本日は以上です。